今回は茨城の中でも美味しい米どころでぶどうの生産地でもある常陸太田の市民ふれあいコンサートにやってきました。チェックをさせていただきました。では改めてご紹介をさせていただきます。ギターの弾き語りケビン・ローレンスさんをお迎えいたします。ご紹介しますね。ケビンさんなんですけれども、大子町のご出身で、山から生まれて宇宙を目指すバンド、はい、フェイスナイン所属してまして、ギターとボーカルを担当されています。バンド活動と並行してギターの弾き語りで茨城県内のイベントなどにご出演活動をされています。こちらのフライコンサートにもね、本当にありがとうございます。最新情報は所属バンドフェイスナインのFacebook にて更新されていますので、また YouTube チャンネルもあるということですから、皆さんぜひご覧いただけたらと思います。今日は洋楽、邦楽のカバー曲やオリジナル曲も含めて今日歌ってくださると聞いていますので、ケビン・ローレンスさん、どうぞお願いいたします。どうも、ケビン・ローレンスです。日本人です。はい、では1曲目、スタンドバイミーという曲をやらせていただきます。映画の主題歌にもなった曲で、すごく有名な曲かなと思います。はい、何曲か私も歌わせてもらってますね。映画見たことある人いるんじゃないでしょうか。私も小さい頃映画見て、線路を4人の少年たちが歩いていく映画、なんかこうかっこいいなと思いましたね。はい、まあ、そんな情景を思い浮かべながら、はい、常陸太田の田んぼの眺めにスタンドバイミーの景色を重ねながら、水郡線の線路見えませんけど、はい、電車の姿を重ねながら、それぞれいろいろ思い思いに聞いてみてください。では
歌です。ではこの市民ふれあいコンサート、まとめは常陸太田市の歌、空がある街です。どうぞご一緒にお聴きください。